こんにちは。マジックの店管理人の武藤由紀です。よろしくお願いします。11月18日に浦和レッズがフォワード武藤選手に正式オファーを出したというニュースがありました。現在日本代表でも活躍中の FC 東京の武藤嘉紀選手ではなくて、ベガルタ仙台のフォワード武藤勇樹選手に正式オファーを出したということが自分の中で大きな話題を呼んでいるんです。と言いますのは、自分は J リーグ開幕当初からの浦和レッズのファンですし、そこに自分と同姓同名の選手が加入するかもしれないということで大きな話題になっているんです。ぶっちゃけこのベガルタ仙台の武藤勇樹選手がどんなプレーをするのかということについてはあまりよく分かっていないのですが、もし浦和レッズに加入することになれば、これから応援していこうと思っています。今回は以上です。なんだそれだけかよとお思いかもしれませんが、今回はこれだけです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。